高市早苗詩人映画激怒、田崎史郎氏が背景を徹底解説。高市早苗氏を支援した議員やグループは石破茂総裁の人事で冷遇されたと感じています。高市氏は総務会長のポストを誇示し幹事長を望んでいたとの見方があります。特に村上誠一郎氏の総務省就任に対して強い不満があるようです。みんなの反応。高市さんから見れば村上さんの起用は我慢ならないでしょう。負けたのは高市さんだけじゃなく石破さん以外はみんな負け組です。内閣の人選は本来もっと厳しくなるべきですが、今回廃芝さんがかなり忖度したようです。各派閥を考慮した八方美人的な組閣でおかしな人選もありました。これは従来の姿勢と変わらず、石破さんの考えよりも菅、岸田の考えが中心になった組閣です。期待されたい石破さんですが、結局は従来の自民党のやり方を踏襲し、新しさは見られずがっかりです。閣僚人事は派閥の影響を受けるけど、総裁になるにはその派閥の配慮が必要なんだよね。今回の閣僚人事もそのバランスの結果だと思う。能力のある人が総理になれるように国民投票で大統領を選ぶ制度を考えた方がいいかもしれない。今の派閥政治よりも国民の意見が反映されるし、論功行賞でなく本当に優秀な人が閣僚になれば、官僚主導でない国民のための政治ができる。国民の民度と政治はイコールだから、国民が政治に関心を持てばこの国も変わるかもしれないね。田崎さんって総裁選前から高市さんを下げる発言が多いけど、どこかの影響を受けてるのかな。でも高市さん自身が総裁選直後に国会議員として自民党を支えるって言ってたから、最初から閣僚になる気はなかったんだよね。私はその発言を聞いてすぐに気づいたけど、政治評論家ならそのニュアンスを汲み取れないのはちょっと有能とは言えないよね。高市さんを応援してたけど今回は負けてよかったかも。裏金議員が推薦人だし、決選投票で石破に負けたのは自民党内で避けられてる証拠。政策が良くても足かせが多すぎて実行は難しい。次に勝つには自民党内で味方を増やす必要があるけど、今の自民党では厳しい。新党とかも現実的じゃないし難しいね。自民党が対立してるなら政策や主義主張が合う人たちで分かれて集まればいいよね。巨大な与党は権力の集中や腐敗につながるから、100から150議席のグループが3つできて政策ごとに議論すればいいんじゃない。高市さんにとって総務会長は軽視されたポストかも。幹事長なら受けたか微妙だし、石破さんは高市さんを幹事長にするのは無理と判断したのかも。高市支持派を閣僚にしてなだめる手もあったけど、それもせず。村上さんの総務大臣起用は一騎大神同士でうまくいくか不明。石破さんには厳しい状況だね。森、加計、桜、統一教会の問題をうやむやにしたまま安倍元総理や違法な裏金をもらった議員たちを引き継いでる高市さん、国民は見てますよ。総理や総裁になるのは無理だから、新党を作って新たな政治活動をした方がいいと思います。安倍さんの存命中から森加計や文書偽造、虚偽答弁など怪しいことが多かったけど、亡くなってから統一教会や裏金の問題が明らかになった。アベノミクスは国の借金を減らすための政策で、株高で富裕層は潤ったけど、貧乏人は円安のインフレに苦しんだ。オリンピックや盛りかけのように一部の権力者だけが優遇される社会ができた。外交はうまかったけど、貧乏人が苦しんで国内が良くなってないならそれも政治とは言えないよね。組織内の派閥や権力闘争では近い人を重要するのは仕方ない部分があります。これは政党や会社、大学のサークル、女の子の仲良しグループでも同じです。ただ自民党内の権力闘争の勝者が日本全体の権力闘争の勝者になる構図が固まりつつあり、中国の一党独裁体制のように政党内の論理だけで政治が決まる弊害が日本でも強まっているのではないでしょうか。高市早苗経済安保省を支援した議員やグループが冷遇されたと感じているのは当然です。勝ち組に乗ろうとして高市さんを支援したのだから、負けたら冷遇されるのは仕方ないことです。高市氏が幹事長ポストを望んでいたという見方もありますが、考え方の違う人を幹事長に据えるのはありえません。逆の立場でも同じことが言えます。村上さんが安倍さんの国葬に反対し国賊と呼んだことで党紀委員会から1年の役職停止処分を受けましたが、その人を総務大臣にするのは高市派の不満です。国葬に反対していた人は多く、安倍さんには良いことも悪いこともありました。高市早苗経済安保省を支援した議員たちは冷遇されたと感じているみたいですね。でもそれは当然でしょう。
勝ち組に乗ろうとして高市さんを支援したのに負けたんだから冷遇されるのは仕方ないですよね。高市さんが幹事長ポストを望んでいたという見方もありますが、考え方の違う人を幹事長にするなんて無理な話です。逆の立場だったら石破さんを幹事長にしますか？しませんよね。村上さんが安倍さんの国葬に反対して国賊と呼んだことで党紀委員会から1年の役職停止処分を受けました。それなのになぜ総務大臣にするのかと怒っている人もいますが、それは高市派の意見です。国葬に反対していた人は他にもたくさんいましたし、安倍さんには良いことも悪いこともありましたよね。総理大臣や党のリーダーが自分の政策に賛同する人や近しい人を閣僚や執行部に選ぶのは当然だよね。反対意見の人を入れると閣内不一致になってその大臣を更迭することになるかもしれないから、最初から調和を乱す人を選ぶことはないんだ。自分のやりたい政策を実行するためには協力してくれる人材でチームを組むのが一番いいんだよ。高市氏が総理にならなくて本当に良かった。高派の人が総理になると中国や韓国、アメリカとの関係が悪化するからね。自民党にはそんな考えの人が多いみたいで、今後の国の運営を任せるのは不安だよ。石破さんは田中角栄のカバン持ちで大臣経験者の父の後を継いだ二世議員。自民党の政治は持ち回りで、角栄、中曽根、森が陰で陰性を敷いている。マスコミも政治もスポンサーに操られているから、当然戦争がなくならないのは武器商人が火種を作って煽っているから。小泉総理の時代に革新や改革を謳ったが非正規や氷河期を生んだ民主党のように短期間で崩壊する集団では自民党を抑えられない。庶民にできるのは選挙に行くことだけだが、投票対象がいないのが不本意だ。高齢の村上氏が党役職者に上がることを期待してるんだ。自民党支持者じゃないけど、昔の自民党はもっと多様性があって、その点は評価できると思う。党執行部と反対のことを言っても許されてたんだよね。浜口さんの可愛い子供たちのために自民党があることを忘れるな、とか。でも、安倍政権から大きく変わった。内閣の意向に反対する人は批判され、閣議決定も全会一致が普通になった。本来、政治家は与党支持者だけじゃなく、すべての国民のために政治をするべきだと思う。だから、多様性は政権与党にとって重要な資質だと思うんだ。少しでも日本が良くなることを期待してるよ。田崎さんの予測って全然当たらないのによく記事になるよね。彼は永田町に知り合いが多くて、総理や各党の幹部とも会えるけど、特に驚くような情報はないんだよね。高市陣営が主要ポストに入らないのは、裏金議員が多くて総選挙を見据えると無理だからでしょう。だから総務会長が限界なんだよ。百田新党と合流する話もあるけど、それはやめた方がいいと思うな。今回の総裁選のポイントは2つあるよ。1つは誰がキングメーカーとして影響力を持つかってこと。岸田さんが総裁を追い落として菅さんと協力してキングメーカーになった感じだね。もう一つは誰が総理になったら自分たちが選挙に当選しやすくなるかってこと。世論を見て石破さんが自分にとって有利だと思ったんじゃないかな。今後は菅さんと岸田さんの間で主導権争いが始まると思うけど、日本のことを考えて政治をしてほしいね。でもしばらくは難しいかも。石破さんが首相になったんじゃないかな。5回目の挑戦だし、まだ女性首相に反対する議員も多いと思う。私も女性だけど感情が顔に出やすいし出現もしやすい。外交では冷静に交渉できる男性の方が上手だと思う。高市さんには次回頑張ってほしい。悔しさをバネに粘り強くやるのが女性の強みだと思う。賛否両論あるけど石破さんに決まったから頑張ってほしい。日本のリーダーだから足の引っ張り合いせずに国会議員の務めを果たしてほしい。夫人も活躍しそう。石破政権の人事が固まってきたけど総裁選の功労人事って感じだね。表向きは派閥解消って言ってるけど実際は派閥が続いてるし、総裁は派閥のバランスを取るための仲間ない人事ばかり。石破政権の内閣は全体的に地味で、無所属の石破さんが指名したから今まで目立たなかった議員が大臣になってる。どんな考えを持ってるかわからないから不安だし、株式市場も石破政権の不透明さと政策に不安だって大きく下げてる。新政権ができたら普通は株価が上がるのに1800円も下がるのは石破政権が不安で期待できないってこと。高市さんは12年の安倍石破対決で負けた石破さんが幹事長になったことを覚えてるんだろうけど、今回は石破政権が不安視されてる。裏金や統一教会問題で石破総理がどう対処するか次第で総選挙で大惨敗する可能性もあるし、
責任が石破さんに集中して短命内閣に終わるかも。高市さんはその後のことを考えてるんだろうね。石破氏は国民に人気があったから幹事長になったんじゃない？高市氏は自民党内の保守層に支持されてただけで、全国的には期待されてない。女性初の総理大臣としては財政はあったけど、それでも選ばれなかった理由を考えるべきだね。高市さんの支援者には裏金問題で名前が出た議員が多かったから、人事でその点が考慮されたかも。村上さんの起用は安倍さんの支持者には不満かもしれないけど、野党からは攻めづらい布陣になったとも言えるね。高市氏の決選投票スピーチは5分しかないのに長すぎた。感謝だけで良いのに、まるで総裁になったかのような大演説だった。5分以内に収められないのは総裁としての資質に欠ける。また今回の選挙では派閥が排除されたので、総裁に推した人で組閣を考えるのは当然だと思う。しかし大臣に就任してもすぐに政権を手放すことになるかもしれないことを考えておくべきだ。自民党員は高市さんより石破さんの方が都合がいいみたい。前回もそうだったし、変化を嫌う人が多いのかな。このままだと若い人が離れちゃうかも。自民党は国民よりも献金パーティーや企業、教会の票を重視してる感じ。アメリカや大手企業、中国韓国に従って党を維持してるみたい。若手が頑張る政党って感じじゃなくて、力を持ったおじさん議員中心の党ってイメージ。石破の人望のなさが明らかで、泥船内閣に乗るメリットはない。来年度には防衛増税などで沈没するのが見えているので、今のうちに仲間を作り、石破票の多かった地域を中心に全国行脚するのが賢明です。高市さんが裏金問題のほとぼりが冷めるまで待つ選択肢があったかどうかだけど、国会で野党から攻められるのは明らかだし、野党が統一候補を立てる時間もできる。結局誰がなっても早期解散は避けられなかったと思う。立憲が倍増する可能性は低く、維新も現状維持が危うい。自民党が議席を減らす可能性は高いけど、自公で過半数維持の可能性も高い。与野党決戦の本番は来年の参議院選挙に持ち越しだね。高市氏が選ばれなかったのは残念だけど、もう終わったこと。田崎氏の憶測かもしれないし、人事はバランスが大事。高市氏にはこれからも日本のために頑張ってほしい。石破総裁の人事は各方面に配慮しつつも、自分の考えを推し進めるメンバーを配置するというもの。村上氏の起用は裏金や坪議員へのメッセージであり、安倍政治の影を消すことが自民党改革と考えている。麻生派からも複数人を起用し、麻生太郎には最高顧問の席を用意して身を引かせるという明確な取引があった。政党助成金が議員個人の力を削いでいるのが問題です。議員は個人で政治に関わるべきなのに、政党に助成金を出すのは民主主義に反します。政党助成金を廃止し、議員個人に活動資金を助成するよう改革すべきです。政党は議員の拠出で運営されるべきで、議員を縛る助成金制度は廃止が当然です。石破政権は長く続かないね。党内基盤が弱くて、いろんな派閥に配慮しなきゃいけないから、結局岸田政権の延長みたいになっちゃった。党首討論では解散に慎重って言ってたけど、総裁選が終わるとすぐに反故にした。これからもこんな感じが続くよ。衆院選で自民が大敗しなければすぐに金利上げて増税するだろうね。景気が悪くなっても増税にこだわる財務省の言いなりだ。次の総選挙は必ず投票に行かなきゃ。高市氏が敗れた悔しさは理解できるけど、その態度はどうかと思うよ。彼は周囲や国のことをあまり考えず、自分のことばかり優先してるように見えるんだ。どんな立場でも力を発揮することが大事で、それが将来の人望や自身の力にもつながると思う。総理総裁になったらもっと辛抱しなきゃいけないし、自分の意見を押し通すのはさらに難しくなる。急に総理になっても衆院選挙まで持たなかったんじゃないかな。みんなの反応としては、石破茂総裁の人事に対する不満が多く、高市早苗氏の冷遇に対する批判が目立ちます。少数意見としては、派閥政治の現状を受け入れつつ、国民投票でリーダーを選ぶ制度を提案する声もあります。当チャンネルの意見として、今回の自民党総裁選後の閣僚人事については、石破茂総裁が各派閥に配慮しつつも、従来の自民党のやり方を踏襲した結果、特に高市早苗氏の陣営が冷遇されたとの見方が強いです。国民の意見を反映するためには、派閥政治から脱却し、より透明性のある人事が求められるでしょう。